武蔵マニアイエーイ。Hi, hello everyone. My name is 武蔵。というわけでロサンゼルスの武蔵でーす。はい。というわけで、まあ今人はちょっとね周りいないんで、マスク外します。あ、これがまたおいおい紹介されると思うんですけど、はい。アメリカ限定のエンゼルスの帽子です。はい。で、今どこに来てるのかと言いますと、じゃじゃーん。わかりますかね。エンゼルスタジアムに来ております。おお、でっか、めちゃくちゃ迫力あるな。もう正直初めてなので来たん散策してみたいと思います。これがあれ、大谷選手が活躍していた場所というか、ここにこうやって来れてるっていうのがやっぱりいいですよね。あ、ちなみに今はオフシーズンなので、試合はないです。多分イベントもやってないんじゃないんかな。でも車はね結構あるんですよ。スタジアムツアーとかやってるのかな。5ゲートプホルスかな。おお、すごいな。球場とか入ってみたいな。あ、チケットや。チケット。エンゼルス60周年ね。ノーリエントリー。ってことは、入れない。再入場が不可ってことですね。ライトフィールド。外野か、じゃあ。え？ライト右。外野でもアウトフィールド、え、なんでやろ。でも4番ゲートってなんかあれですね、あれが生い茂ってて木がなかなか見れない。ここにも駐車場ある。あ、これがあれや、よくね見るやつや。ちょっとチームストアもあるやん。チームストア最高です。うわ、これはすげえ。ちゃんとこの帽子の後ろとかにも、あの MLB のマークとかがあるのがやっぱりいいよね。迫力やば、やっぱ映像。うわ、大谷や、大谷選手。なんかやっぱり映像で見るよりやっぱ生で見たら迫力がえぐい。うわぁ、こっちにもあるもんな。でかさはこっちもでかいんだ。しかもこういうのもボールになってる。でかいボール。あ、こんなことあってんやん。一個一個に、ハンコが押されてあるね。うわぁ。すっげぇ。トラウト選手、アップトン選手、レンドーン選手、フレッチャー選手、大谷選手がもっとやっぱチームの顔なんですかね、じゃあ。さあ、というわけでチームストアに入っていきましょうか。うわあ、エンゼルス。このミッキーね、近くにあれなんですよ。ディズニーランドのアナハイムがあるんで、ここアナハイムなんで、ディズニーがあるんですよ、カリフォルニアの。さあ、行きましょう。でっか、かっこよ。しかもメーカーちゃんと入ってるし、アシックス、フレッチャー選手がフランクリン、レンドン選手がアディダス。チームストア、まずお出迎えが大谷選手ですが、ちょっとこっち行きましょう。うわ、これちょっと見にくいですね、僕の服装。チケットオフィスロビー。さあ行きましょう。怖っ、普通に帽子やん。
これ、え、これ本物のやつかな。翔平大谷17やちゃん。あ、しかもこれマジのスパイクやん。マジのスパイクやん。じゃあこれ等身大もしかして。めっちゃでかいんやけど。トラウト。こういうのもいいよね。これが60ドルね。あんたユニフォーム。これは139ドル、140ドル、14000円、15000円ぐらいかな。しかも背番号なしよ。これが99ドル、100ドルか。おミニバットある。スラッガーです。しかもちゃっかりこうか。これが7ドルですね。こういうユニフォームとかもあんねや。あ、生地厚っ。これが99ドル、100ドルか。こういうのもいいよな。99ドル。これレディースやん、多分。レディースも値段は一緒ですね。139ドル。ニューウェアの種類が多いな、やっぱり。あ、これや。多分どこの球場行ってもあるな。トラウト。これおしゃれやな。40ドル。グラブケースか。あ、ニューヨークのキャップケースか。6個まで入る。45ドルですね。あ、中も入れんねや。ここほんまやったら。2002年のワールドチャンピオンになったやつかな。あら、かわいい。アップ取れる。誰これ。え、誰。あ、マイクトラウトか。こういうのもおしゃれやな。ニューエラ32ドル。紐もあるやん。紐が15ドル。キーホルダーそこしんの5ドル。キーリング10ドル。お、翔平大谷13ドルですね。大谷さん、あれや、大谷さん。これマジスティックなんや、でも。ちょい前のやつやな、じゃあ。うわ、いい、おー、トラウトやん。374ドル。あ、マジスティックなんや、でも。今はナイキなんでね。あ、こっちや、これこれ、ナイキね。モノポリーやる。エンジェルス、あ、パズル。あ、大谷や。100ドル。でかすぎるやろ、まあ、甲子園とかやっぱり行ったら迫力ありますけど、
なんていう甲子園のでかさと比べ物にならんぐらいでかい。あ、これがあの岩のところか、あの炎が燃えるところ。エンゼルスラディオ、車がエンゼルス。もうちょっと終わりなんですよ。ここから入れるか。あ、入られへんな、これ一回聞いてきます。はい、というわけでいろいろ話を聞いてきました。やっぱ年齢がやっぱネックになるんかな。ちなみになんかもうすぐイベントあるって言ってましたね。でスタジアムツアーは今のところやってないって言ってました。さあ帰ってきましたね。ちなみにエンゼルスのマイナーのは、アリゾナとユタって言ってましたね。ここから見えるエンゼルスのあれな、内野スタンドってことかな。50個か、じゃあチケットあるな。さあ ここやね、来たん。はい、というわけでどうでしたでしょうか。エンゼルスタジアム、アナハイムですね。はい、まあチームストアとかもね行けましたし、球場の周辺、一周ですね、はい、もしてきました。やっぱ迫力がすごいですね、やっぱり。そして MLB 発表されてすぐやのに、もう T シャツのねグッズも出てたのでちょっとびっくりですね。でトラウト選手よりも大谷選手の方がなんかグッズ的に多かったように感じました。はい、また次はね試合やる時にでも、来れたらと思います。はい、というわけでぜひね次回の動画も楽しみにしていてください。そしてこの動画見てくれてありがとうございます。この動画が少しでもいいなと思いましたら高評価ボタン、そしてコメント、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。というわけで Never give up! Goodbye! のくじをしました。はい、でこれは、はい、アクリルスタンドです。これとこれは、まあ、選手は違うんですけど藤浪と、西勇輝です。はい、そしてこちら4つあります。でこれが、まず認識紙3枚。あ、ちなみにこれ矢野監督映ってるんですけど選手はランダムに入ってます。こちらはドアプレートです。これは、サンズ選手なんですけどランダムで入ってます。じゃあ先もうこれから行きましょう。まあ、これはもうオフショップみたいな感じなんでね、軽く、そうそうそう、軽く軽く。さあ誰でしょう。希望は海のですけど西かな。糸井そうです。
なんか座るすぐに高いな、高い、ずっとだから。タオルも座るさだったで、うん、そうやな、うん、こんな、そうだ、後ろはこんな感じです。はい、まあ、ドアにかけるやつなんでね。そうそうそう、だけかな、入ってるのはですね。さあ、そして色紙3枚、まずは1枚目いきましょう。梅野選手好きやからね。マジで梅なかったです。僕の後ろの選手は多分入ってなかったんですよ。エゴシは入ってなかった。でも糸井入ってましたね。だから糸井か。上田かい。上田かい。上田かいやったらエゴシ入っていてくれよ。なん、何とも言えないですよ。タイプは似てますからね。足速くて。まあそうやね。まあでもエゴシの方がホームランは打てますけど。まあでも、あれや、内野やん。江越は多分内野は。まあでも上田外野もいけるんで。そうそう。ちょっと上田の方が一歩上かな。でも守備力は多分江越。まあまあまあ、ね、センターはね。そうそうそう。さあ、2つ目。さあ、いきます。西村。言ってた西村です。さあ、ラスト。上田、西。誰やろな。マジで糸井来てほしいよ。佐藤テル来てほしいな。あ、あり。佐藤テルで。行きまーす。まあ、28人入ってるんでね。せーの。糸原、まあ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 。まあまあ当たり。いぶし銀の糸原選手。CS 頑張ってほしい。そう、うん、それ頑張ってほしい。で、最後ちょっとアクリスタンドだけ。立てる？開けましょう。開けて終わりましょう。西？シールある。あ、じゃあもうあれ、あ、保護フィルムみたいな感じなんかな？そう。これも使えそうやけどね。素材がいいなよ。20の時よりいいなよ。はい。これです。でね、この立体感に16番ができる。ええよね。これも武蔵スタジオで飾りましょう。飾りましょう。どっちかは飾りますわ。そうやね。藤波か西。ちなみに西行きは僕が当てました。じゃあ持っていきましょう。ポチャマさん、これ西はポチャマさんにしよう。これは藤波飾ります。藤波の方を武蔵スタジオで。そうですね。またこれはね、武蔵スタジオに帰ってから開けましょう。はい、お願いします。ということで、オフショットよいしょ。はい、というわけで、まあ、珍しく、はい、車の中から。で、今日は何をしますか。今日は阪神タイガースのくじ引きで当たったのがトランプ。はい、当たりました。入れ物の方に阪神タイガースのローが入ってます。こんな感じです。いいね、やっぱり、はい。これはちょっと開けます。もうよーし、お、はい、オープンします。じゃ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 ん。はい、こんな感じ。さあ、トランプ。うわ、これがちゃんとケースなんや。これに入れてくださいっていうことですね。はい、じゃあこれも開けます。まずはやっぱりエース。はい、エースが西選手ですね。おお、まあ、今年は青柳ですけども、エースは。あ、背番号、エース2番が梅野。さあ、大山。あ、セカンドだったか。あ、セカンド。あ、で、背番号。背番号、背番号、あ、でも、それと糸原ちゃうの。6、ショート、中野。7、糸井。あ、背番号。8、佐藤。ほら。背番号。9、あれ、なんでやねマルテ。マルテ。あれ、マルティ？で、岩崎、藤波、スアレス、矢野監督はキング。あ、大谷からか。あ、大にちなんで、矢野監督がキング。多分。で、また西。あ、で、梅野、大山。あ、で、これはまた一緒ですね。あ、でも写真が変わってるんですかね。写真変わってます、変わってます。選手はでも変わってないですね。それいいっすね。12、スアレス、13、矢野。あ、やっぱそうなんや。あ、ジョーカー気になりますね。あ、ほんまや。まだジョーカーいるんで。ほんまや。ジョーカー誰？
誰でしょう。俺は阪神のロゴやと思う。あり、あ、俺というか全員集合みたいな感じかな。ね、それか去年引退した藤川さんとか。去年やったのやろ。ないかな。そろそろ。そろそろ。来ます。あー、トラッキーね。あ、ね。あ、一応3人全員やったわ。じゃあ俺が正解ということで。正解なのこれ。こんな感じです。いや、いいっすね。裏はこんな感じ。いいですね。いいよ。マジでいいよ。はい。そしてこれが、はい。今回のね、一番の当たりはこれになります。ウォールポケット？そうですね。が、二つ、当たっちゃいました。はい。ちなみにもう同じ背番号のやつです。同じ背番号というかもう同じやつです。特に誰が変わってるとかではないです。実はね、この収録している日なんですけど、まあ一等でが一番上のくらいの賞がもう全部捉えたというかもう当たっちゃってました。 なくて、はい、なんで一番上がこのウォールポケット賞に変わりました。ドアプレート今回ちょっと4枚多いんですけど、でちなみに確認したところドアプレートに梅野選手いませんでした。はい。ということでドアプレートは軽く、え、でもサンズ選手がね、ちょっと今の段階で対談する方向性が濃厚なのかなっていうニュースが出ているんで、はい、僕的にはサンズ当たってほしいですね。まあ、全部サンズでもいい、それぐらいの気持ちで。あ、こっちのミニ式新幹線は、はい、武蔵が糸井、僕が糸やるで、梅野、これ江越くんがないから、じゃあもうドアプレートから行きましょう。さあ、じゃあ1枚目、じゃじゃん、またさあ、いきます。2枚目。ドゥルルン、中野。3枚目。さあ、誰が当たる？ドゥルルン、岩崎。まあいいでしょう、岩崎選手も。侍ジャパン。さあ、いきます。最後。ドゥルルルン、かー。かぶるんかい、そこ。かぶってしまった。まあまあまあ、でも、2つ目なんで。糸井もサンズも当たらなかった。仕方ないでしょう。ミニ色紙に。さあ、もうラスト。移りましょう。二つ。はい。いきます。さあ。またや。やっぱスワレスに好かれてるんやろうな、俺ら。スワレスめちゃくちゃ高ない。で、シークレットタオルもスワレス当たってるんで。サインもそうやし。まあ、ぜひもう、阪神に残留してほしいです。なあ。一応ね、今はメジャーからの熱い視線を送られてるみたいなんでね。そう。それを蹴ってでも阪神で優勝してほしいです。なんと言っても。ではラストですかね。ラストです。青柳。でもまあ今年のエースですから。今年のエースは青柳さんと言っても過言ではないと。最多勝ですかね。取ってましたね。まあ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 、落ち込まず行きましょうよ。はい。とりあえず勝てきました。何でしょう。ました。当たりも引きました。お、トランプですか。そうです。しかも見せ場もある。イタイタサンズ、はい、かぶるのやめてな、マジで。行きましょう。一斉のでデン、行きますよ。のデン、まあ大山選手、まあまあまあ、まあ、まあ今年ちょっとね、腰の痛みとかでいい活躍はできなかったって言ってますけど、20本以上のホームラン打ってるんで、いいバッターですよ。あとは2枚当たってくれ。いきます。じゃじゃん。あ、中野選手。はい、こういう感じです。さあラスト、まあ、守備のねエラー率を下げてほしいですね、中野選手。ではラストいきます。はい、小畑龍平選手です。ミー取る力あって、総力に定評がある。いや、そんな暗い顔しないでくれ。あらませんでした。悔しいっすわ。買ってきました。お願いします。まず一つ目、ドアプレート。まあ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 、まあ、ここはね、あ、4回引きました、ちなみに。はい。で、二つ目、じゃじゃん、ミニ色紙。まあ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 、当たり来い、当たり。次、はい、ミニ色紙。ああ、当たり来い。最後、じゃじゃん、おお、糸原かい。梅野選手当たらず。まあまあまあ、ちなみにあと8個でした。8個、いっちゃいます。8個、梅野選手欲しいんで、もう最後8個全部いきましょう。はい、というわけでもう全部買いました。まあ、こんな感じですかね。
ミニ色紙が、とりあえずは3枚。で、ドアプレートが、とりあえず5枚。はい。で、なんと。ちなみに訂正ですけど、先ほど8枚残ってたって言いましたけど、9枚でした。こちら。僕の推しです。はい、来ました。やっと、梅野選手のアクリルスタンドが当たりました。嬉しい。はい。嬉しすぎます。そして、まあ、これもあるんですが、はい。ラストワンの、はい。ボストンバッグが当たりました。これです。じゃん。はい。わかるかな？いや、開けたいんですけど、はい、新品で保管したいっていう気持ちもやっぱ強いんで。はい。綺麗く、開けて綺麗く出しますか。はい。もう、慎重にね、ラストワンなんで。よいしょ。うわ、おー、いいね。はい。こんな感じです。これは阪神戦行くときに持っていきたいんで。持っていけるよね。裏はまあ無事ですけど。うん、それまではもう、大切に保管します。行くときまでは。はい、結構多い。質もいいね、やっぱり。クッションもある。やっぱり、ラストワンなだけあります、はい。そうですね。これは価値あると思います。阪神優勝してたらもっと価値高かったんでしょう。確かに。まあ、それでも2位なんで。はい。とりあえずすぐこれは直しましょう。よし。さあ、そして。じゃあ、まず梅野がない。こちらですね。いきます。ドゥルーン。おー、きらみ。さあ、行きまーす。おー、やったー！ 1 位糸井、いや、サンズどこ行った？嬉しい。いいっすね、糸井選手。はい。俺は嬉しい。来年まだ選手として活躍するのか、楽しみな選手ではあります。さあ、行きます。ドゥルーデン。おー、伊藤正史。また被らない選手が。お、このラッシュで？よし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 。行きます。せーの。行きまーす。せーの。マルテ。よし。おー、マルテ。なんでこれあれなん？この、落とすのシーン。いや、もしかしたら守備の名手と思ってるのかもしれないです。普通、打つところとかじゃない。さあ、行きます、ラスト。ドゥルルルルン。木並み。さあ。まあ、これは糸井、来てほしいね。西純也。さあ、行きます。高山。さあ、行きます。ドゥルーン。オッケーも。まあまあまあ。まあ、なんといっても今年、1年間通してローテーションに入ってくれたピッチャーなんで。ちなみにそれカーブ投げるときや。わかるね。癖あるんですね。さあ。あと残り2枚となりました。いきます。ドゥルーン。藤浪選手。今後の阪神の行方を左右すると言っても過言ではない藤浪選手。実はね、今年の開幕投手になった時に、今年の1年間、藤浪選手が活躍するかどうかで優勝いるかどうか決まると言われてた選手なんで、実は今年それで活躍できなかったんで、阪神が優勝できなかったのではないかと言われてます。なんで来年こそは活躍してもらって優勝に導いてもらいましょう。さあ、最後、ラストです。糸井選手も出てないんでね、まだ。確かに。さあ、皆さんも表情で。あれ？残念が出ないの？ヒントはあります？ヒントは、まあ、この動画を見てる人やったらちょっと繋がるかなって感じです。繋がる！まあ、でも、全然一軍では投げていたピッチャーです。でも、皆さんにどこでヒントいきましょう。先発か中継ぎか。中継ぎです。まあ、僕は多分分かりましたね。はい。じゃあ言いましょう。せーの。岩佐田。正解。岩佐田です。ということで、ちょっと長くはなりましたけど、オフショットにしては、もしこの動画がいいと思いましたら。はい。チャンネル登録、そして高評価、コメント、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで、Never give up. Goodbye.